はい、皆さんこんにちは、竹虎四代目です。さてですね、今日皆さんにご紹介したいのはこちらの輪だけで編みました洗濯竹かご、かくです。こういったの、こういったのっていうのは楕円形に大体作ることが多いんですよ。楕円形に作ることが多い。ただ、角張ったかごが欲しいなと思って作ったことがあって、まあ、その残りですね、今回皆さんご紹介したい。でこれ角いでしょ。これなかなかね、手を隠した形になってるんですが、この角の形は結構作るの難しくてですね、でも限定品としてなってるんですけれど、まあ残り3個だけになったんでですね、 YouTube 特別販売ということでお安くお使いいただきたいなと思ってるんですが、いくつかで知っていただきたいところがあって、例えばこちら見てください。これね、虫が食った跡なんですよ。穴開いてるでしょ、こことかも。虫が食った跡があって、ちょっとこことかもありますね。ここなんかもね、虫が食った跡があって、それぞれですね程度はあるんですけれど、こういった形で虫が食った穴が残ってるということです。でその虫はね、もう完全に止まってるんですけど、虫の穴が開いてるので今回お求めやすい価格で YouTube 特別販売ということにさせていただきたいなと思ってます。で皆さん、どんな使われ方するんだというのは、ほとんどですね脱衣かご、衣装かごとして、あるいは洗濯かごなんかという形で、更衣室や、お風呂場、脱衣場で使われることが多いかごです。でこれね、じゃじゃん、3本全部ね、そこに力だけが入ってます。これ実はね、何かというと、もともとはお米とかを入れて、お米を入れてこうザーッとこう引っ張ってたかごなんですよ。でその名残で裏側に3本力だけが入っていて、非常に丈夫な作りになっています。こういったかご、そうしてこう横に紐が横に入っている横編みのかごと言ったりするんですが、作るのが非常に難しくてですね、職人さんが少なくて、今では本当に希少な竹細工になります。こんな風にですね、たくさん虫穴が開いていたりしてですね、これ定価では販売することができないものの、まあ、それさえなければ気にされなければですね、皆さんの暮らしの中で、立派にその竹細工としてお役に立てるかごじゃないかと思いますので、ぜひこういったかごでお構いない方がおられれば、ぜひ思っていただきたいなと思って、今回 YouTube 特別販売でご紹介することにしました。3点限り、洗濯竹かご、各3つしかありません。3点限り残っただけです。ぜひですね、ご関心のある方は下の概要欄、ウェブサイトに詳しい情報を載せておりますので、そちらからお求めいただきたいなというふうに思ってます。ノーバンブーノーライフ。最後まで動画をご覧いただいてありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。